ダーウィンはオーストラリア連邦の準州ノーザンテリトリーの州都で人口は約14万人。オーストラリアでは16位で準州の総人口の約6割がここに集中している。オーストラリア大陸北側のティモール海沿いに位置する。他の国内主要都市からは離れた位置にある一方でオーストラリアではアジアに最も近い位置にあることから非常に 多文化的な都市となっている。75の民族が見られ、人口の約4分の1がアボリジニなどの原住民である。また、ノーザンテリトリーで唯一の大学であるチャールズ・ダーウィン大学の所在地でもある。ダーウィン周辺に最初に居住したのはアボリジニのララキア族である。彼らは東南アジアとの交易ルートを持っていた。1600年代、オランダ人が オーストラリア北岸に達し、初めて地図を作った。現在でも、アーネムランド、グルートアイランド島などオランダ語の地名が残っているのはそのためである。現在のダーウィン氏の近郊には、1824年から1860年代末まで、イギリスが入植と撤退を繰り返し、市街は安定しなかった。 その間の1839年にイギリス海軍の軍艦ビーグル号のジョン・ロート・ストークスによって港に公的な入り江が発見された。船長のジョン・クレメンス・ウィッカムは友人の自然科学者チャールズ・ダーウィンにちなんでこの入り江をポート・ダーウィンと名付けた。チャールズ・ダーウィンとウィッカム、ストークスらはビーグル号の前回の探検航海で同船仲間であった。 ただしこの時点では、ポートダーウィンは非公式な名称であった。時にダーウィンがこの地を訪れたことに由来すると説明されるが、ダーウィンが乗船した航海では、ビーグル号はシドニーからオーストラリア南岸を通過しており、当地には立ち寄っていない。ノーザンテリトリーは当初南オーストラリア州に属していた。 1869年、イギリス政府の主任監督者ゴイダーによって、135人の男女がポートダーウィンに小さな入植地を建設した。ゴイダーは、この入植地に、イギリスの首相パーマストン教にちなんで、パーマストンと命名した。1870年に、大陸間電信のための最初の電柱が建てられた。1880年代には、 パインクリークで金が発見され、パーマストン入植地は大きく発展した。オーストラリア連邦政府は1911年にノーザンテリトリーを直轄地とし、同時にダーウィンが当時の公式な名称になった。第二次世界大戦中の1942年2月19日、ダーウィンは2度にわたって242機の日本軍艦載機を主力とする部隊に爆撃を受けた。 この爆撃で使用された爆弾の数はおそらく、真珠湾攻撃の時よりも多かったと考えられ、ダーウィン校は壊滅的打撃を受けた。ダーウィンの歴史を考える上で欠かせない事件である。この攻撃によって少なくとも243人が死亡し、町も大きな損害を被るなど、当時のオーストラリアにとって最も深刻な事件であった。以降ダーウィンは、 1943年11月まで、断続的に、数十回にわたり、日本軍機の空襲を受けた。ミンディル・ビーチ・マーケット1974年12月25日には、サイクロントレーシーにより50人が死亡し、町の建物の70%が破壊された。これにより、約3万人が航空機により避難した。町は1970年代後半に、 新しい建材や技術により再建された。衛星都市であるパーマストンは1980年代前半にダーウィンの南2 0トルの位置に建設された。2003年9月17日、大陸を南北に縦貫する鉄道としては人類史上初となるオーストラリア大陸縦断鉄道が開通し、鉄路でアデレードと結ばれた。 ダーウィンからアデレードまで長距離旅客列車の座岸が運行されている。ダーウィンの雷ダーウィンは明確な寒気と雨気を持つサバナ気候である。5月から9月までが寒気である。6月と7月が最も涼しい時期であり、気温は摂氏19度から摂氏30度である。雨気はトロピカルサイクロンと季節風による雨を伴う。 降水量の最も多い時期である12月から3月には、激しい雷雨がよく発生し、湿度は70%を超える。世界でも、有数の雷発生地域で2002年には、数時間で1600回を超え、パースの年間発生回数と同じであった。特に、近郊のティオイ諸島上空に発生する、積乱雲は、その高さが時に72000フィートにも及ぶとされ、 極めて激しい雷雨を伴う。ダーウィンの経済は政府支出にやや依存しているところもあるが、工業と観光が産業の中心であり、その工業生産は25億ドルに達する。重要な鉱物資源には金、亜鉛、貿易サイトがある。成長が安定しつつあるティモール海の石油、ガス生産も成長産業である。2000年代以降、 日本の国際石油開発定石などが開発を行い、沖合のガス電からダーウィンまでパイプラインが、ダーウィンには LNG 積み出し基地が整備されている。オーストラリア軍の東ティモール安定化への継続的な参加により、ダーウィンの軍関係の人口は増加した。ダーウィンの重要性は、ティモール海の石油開発やアジアとの貿易の拡大によって、今後も増大すると予測されている。 ザガン鉄道列車近年になって長距離鉄道が開通したものの依然として物流の主流は自動車輸送であり中でもロードトレインと呼ばれる長大トラックが走るダーウィンは南オーストラリア州ポートオーガスタに至るスチュワートハイウェイの起点でもあるオーストラリア連邦の北の玄関口となるダーウィン国際空港は中心部から1 3トル郊外にあるがここは オーストラリア空軍との共用となっている。オバマ米大統領は2011年11月17日午後、米海兵隊が2012年から駐留する、オーストラリア北部のダーウィン空軍基地を、ギラード・ゴ首相と共に訪れ、合軍兵士ら約2000人を前に演説した。カジュアリナビーチ。ありがとうございます。